はい、皆さんこんにちは、太田優衣です。さあ今日はですね、ちょっとみんなにね、ぜひ見てもらいたいジブリグッズがねあるんです。あのさ、いつもは私あのジブリのねグッズショップのどんぐり共和国で買ったものとか、こんなの最近手に入れましたよっていうのを皆さんにねご紹介したりするんですけど、実はねジブリのグッズって日本だけじゃないのって知ってました？あのね、この間ね、そのお知り合いの方でタイに行かれた方がいらっしゃって、何年か前にも会ったんですけど、実はタイって時々ねユニクロでジブリのグッズをね発売するんですよ。前回のがねこちらなんですけど、はい、こういうあのユニクロのさ人気のコレクション UT ってあるじゃないですか。あれがなんとタイとかその東南アジア限定でユニクロとコラボしておりまして、こんなあの前回はトトロだったんですけど、こんな可愛らしいね UT がね出ているんですよ。これがねもう日本では買えない貴重グッズでして、でこの間その知り合いの方がねたまたまタイに旅行行った時にこのユニクロの新作が出てる時期だったらしくて、で私にあのお土産にね買ってきてくださったんですね。すっごい可愛い商品をあの買ってきていただいたので、ちょっとそれをレビューしていきたいとね思います。というわけで、東南アジア限定のユニクロジブリコレクション行ってみよう。はい、ねえ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 、ちょっとさまずユニクロの商品紹介するんですけど、ちょっと最近やって嬉しいこと発表していいですか？みんなにもコミュニティ投稿でお知らせしたんですけど、実は私太田優衣、ジブリパークのある愛知というね、愛知県がされているこの、プロジェクトというかキャンペーンがあるんですけど、そのジブリパークがある愛知のPR を担当させていただくことになりまして、魅力が伝わるようなコンテンツを発信させていただくことになりました。イエイ。だからジブリパークの宣伝ではなくって、ジブリパークのある愛知っていう、愛知県の PR になるんですけど、ジブリパークに行った時にこの合わせて訪れるおすすめのスポットを紹介したりだとか、愛知ってこんな素敵なところがあるんですよとかをご紹介させていただく PR をさせていただくことになりました。だから3月に近々動画をお披露目すると思うんですけど、なんか本当にこう自分が感じるその素敵さをこの私がさ、こうやって大事にやってきた YouTube で紹介できるっていうのはすっごい嬉しいことだし、なんか光栄なことだなと思っております。ちょっと最近ね、その発表があって嬉しかったので、ちょっとすいません先にお話させていただきました。というわけで、ユニクロの、商品をご紹介します。ではいきます。1品目はこちらです。じゃーん。はい、こちらジブリパークの猫バスがプリントされた UT になっております。これはですね、ジブリパークに一度行かれた方はわかると思うんですけど、このねプリントされてる超ド派手な猫バス、普通の猫バスって、こういうね色と柄じゃないですか。なんですけど、ジブリパークに置かれている猫バスってこんな派手なデザインになっておりまして、ちょっとこうシンボリックな感じの猫バスが大倉庫にいるんですね。そんな大倉庫の猫バスがプリントされたこちら UT になっております。うわ、なんかシンプルでめっちゃ着やすそうなんだけど、いいですね。これはね、見る限りキッズサイズって書いてるので、キッズの160センチのやつですね。あれなんですよ、前回のねやつもそうなんですけど、このねユニクロのジブリコレクションって大人だけのデザインのやつと子供だけのデザインがあって、意外とねこの子供専用の服がすっごいデザインが可愛いんですね。結構こういうユニクロとかあとザラとかねは、私意外とねキッズ用の服買ったりとかするんですよ。丈感もいい感じで着られるし、なんといってもね値段が安いんですね。意外に私すぐキッズサイズ見に行っちゃうんだけど、そんなこんなでも今回もこれ多分キッズ用だけど、サイズ的にはね全然着れる気がしております。よいしょ。わー、かわいい夏着たいやつ。やっぱさ、見てこのサイズもさ、ダボっとしすぎずちょうどいいですね。キッズサイズ使えるわ。なんかさ、ここにさ結構色が入ってくれてるから、なんかシンプルなコーデにも合うし、こういう色物にもさ、なんかいろんな色が入ってるから合わせやすい気がしますね。ここにあれですね、
黄色い文字でスタジオジブリと入っておりまして、これまたちょっとおしゃれなワンポイントになってますね。でもこれさ、気になるのがさ、生地どうなのってやっぱ思うじゃないですか。こう T シャツ系ってこうやっぱ夏に着るのが多いから、透けるんじゃないのとか不安だと思うんですけど、生地感はですね、まあ日本の UT とほぼ一緒ですかね。結構でもこうやって光に透けるとうっすら光が見えるので、割とあの生地は薄めです。まあ、これ黒なのでね、そこまで透けが気にならないと思いますけど、まあ夏にこれ着る場合はちゃんとインナーとか着た方が良さそうな感じの薄さではありますね。なんかでも私はあの T シャツとかさ、夏だとなんかこんな感じでインしたりとか入れることが多いので、あんまりこうごっついとさ、これできづらいじゃないですか。だからまあそういう意味でもちょうどいいかもしれないですね。はい、というわけでこちらが一つ目、猫バスの T シャツです。で、もう一枚 T シャツがありまして、それが、こちらでーす。じゃーん！うわ、青い！すごい！カメラ越しに見てもだいぶ青い。はい、こちらは、真っ黒クロスケの UT になっておりまーす。すごーい！鮮やかー！なんかナウシカの青ともまた違う。すごい綺麗な青ですね。あ！え、かわいい！やばい！みんなやばいよ、後ろ。後ろがめっちゃかわいいです。じゃん！かわいい！クロスケー！え、なにこれ？めっちゃかわいいじゃん。なんかすごい特殊なデザインですね。なんでこれ、葉っぱの下にクロスケがいるやつ？へぇー、なんか日本のジブリグッズ、私ほんと何千点と見てきましたけど、なんかあんまり日本だとなさそうな、このデザインですね。面白い。多分これはあの今回のコラボって、あのカンヤダさんっていうね、あのジブリ好きさんの間ではもう名も知れた女性なんですけど、あのカンヤダさんっていうタイのアーティストの方がいらっしゃって、もともとは鈴木敏夫さんの、まあ、ご友人っていうかね、なんか同じマンションに住んでたシングルマザーの女性なんですね。でこうエレベーターの中で鈴木敏夫さんがよくお会いする機会があって、まあ、そっから仲良くなって、あの写真を撮られたりとかする方だったので、このジブリの広報誌の写真を撮られたりとか、結構そのカンヤダさんが撮るジブリパークの写真集みたいなのが発売されたりとか、どんどんこうジブリのこといろいろされているのが、あのタイ出身のアーティストのカンヤダさんという女性なんですね。1回目のユニクロとのコラボも、そのカンヤダさんがタイ出身っていうのが結構大きくて、タイのユニクロで発売されたんですけど、まあ、今回はその第2回っていう感じなので、多分これもね、カンヤダさんって女性が描かれたデザインじゃないかなと思います。おそらくなんですけど、多分ねカンヤダさんのデザインじゃないかなと思います。はい、来ました。どう、私これ似合うの？まあ似合う、うん。いやーちょっと厳しいか私。でも私ブルベなはずなんだけどな。もうこれあれかな、下の服がさ、今これ同系色みたいな感じになってるから、うん、なんか絶妙に、なんだろう、私が着るとなんか体育祭の服みたいな青組ですみたいな感じになってるけど大丈夫かな。ちょっとあの服の良さが伝わらないかもしれないんですけど、まあこんな感じですかね。 UT よりもちょっと分厚くなった気がしますね。うん、なんかこっちの方がちょっとサラッとしたような着心地になっております。やっぱこの T シャツは後ろが可愛いですね。クロスケがさたくさんいて、まあ、このね、前の方にもここにさ、ほらクロスケが3匹、これあれですね、刺繍になってますね。刺繍のクロスケが3匹おります。あのネットを見る限り、他にもね T シャツだけでもコレクションがすごい多いみたいで、まあ、今はねあのコロナもだいぶ緩和されて、タイとかね、そういう東南アジア行かれる方も多いと思うので、もしあのお友達とかでね、そういうエリア行かれる方にはちょっと頼んでみるのもいいかもしれないですね。かわいい。でね、あのもう一個ねいただいたんですよ。もう一個ありまして、もう一個が私的にはもう大大大大大好きって感じだったんですけど、もう一点はこちらです。じゃーん、
可愛くない？みんな、はい、見て、じゃじゃん、真っ黒クロスケのバッグになっております。可愛い。もうこれ可愛すぎて、私もうこの購入品紹介するまでさ、いつもだいたいタグも切らずにさ、大事に置いとくんだけど、もう可愛すぎて速攻使いたいということで、私はもう早々に使っておりまして、とっても可愛いバッグになっております。こんなド派手デザイン絶対ないじゃんタイって感じですね。これはもうアジアって感じがします。もうこれが全面にねプリントされております。生地感はなんていうの、シャカシャカ系っていうんですかね、ちょっとダウンみたいな素材で、なんかまあ生地も相まってさ、なんかこう汚れを気にせずガシガシ使えそうなので、なんかキャンプとかアウトドアに持っていくのにも良さそうですね。中はもう真っ黒のシンプルなバッグになっております。ちょっと小物をね分けて入れることも一応できます。なんかさ、真っ黒クロスケってもう黒のイメージだからさ、こう日本で売っているグッズでこの真っ黒クロスケにこう色をつけてるみたいなのってあんまりない気がするんですよ、今まで。なんかね、これ私の主観だけど、なんか日本で扱ってらっしゃるジブリグッズはなんていうのかな、品質をすごく大事にされてるなって思うんですよ。なんか、ちょっとこれなんか語弊があるかもしれないけど、ユニクロとかってさ、こうリーズナブルに多くの人に買ってもらうっていうのが、コンセプトだと思うんですね。けどやっぱジブリのその日本で売ってるその GBL とかっていうのは、このユニクロとかに比べるとかなりこう価格もちょっと上の方だし、 T シャツ1枚でも6000円とか7000円とかすることもあるけど、その代わりめちゃめちゃ生地もちゃんとしてるし着心地もいいしっていうのが日本のジブリのグッズだなって私は思うんですよ。でこう日本のグッズだとやっぱりこの真っ黒クロスケはちゃんと黒で描いてたりとか、こうあんまりこう大きく湾曲させたようなデザインってないなと思うから、なんかそういう日本ならではの良さもちろんあるし、逆に日本だとできないようなこのデザインを海外のグッズはされてるなと思うので、なんかすごく面白いなと思います。なんか私もよくさ、お土産とかプレゼントとかで海外のジブリグッズいただくこと多いんですけど、そのロゴのデザインとかもそうだし、ほんと使ってる色が違うなってよく感じるので、なんかそのあたりがジブリグッズ業界の面白いところだなと思ったりします。まあいずれにせよね、日本のグッズは日本のグッズでとっても素晴らしいし、海外のグッズも面白いし、なんかどっちにも素敵な魅力があるなぁと思う最近でございます。ちょっとこれ紹介してもみんななかなか買いには行けないんだけどさ、まあでもなんかこういうさ、あのユニクロが東南アジアではこういう展開をしてるんだなとか、なんかすごく面白いんじゃないかなと思ったので、ちょっと動画にしてみました。またね、新しいグッズとか、コーデとかはこれ実際使ってる様子とかはまたインスタとかでご紹介できたらなと思うので、よかったらフォローしてねご覧いただけたらと思います。というわけで、今回はユニクロのジブリコラボグッズをご紹介しました。いかがだったでしょうか。いいなーとか欲しいなーと思ってくださった方はいいね、グッドボタン、またチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけでまた次回の動画で元気にお会いしましょう。それではまたねー。